おっす、オラ悟空。今日はですね、リモートレコーディングということですね。うちのスタジオのまた紹介をしたいと思います。新しくなったのがこのカメラ、まあ、こんな大層なカメラじゃなくてもいいんだけど、ブラックマジックデザインのポケットシネマカメラ 4K というカメラで、このスタジオのコントロールルームの映像を撮ってます。ブースの中にも、はい、こちら今日はボーカルのレコーディングなんで、このマイク一つで人がここに入る感じで、ここにポケットシネマカメラ 4K のカメラがあって、この2台のカメラがこちら、ATEM ミニプロというのに刺さっていて、ここで切り替えられるようになってるんですね。で、ピクチャーインピクチャーにしたりとか、この4つの入力をここで混ぜて、でこれを USB-C でスカイプに送ってる感じですね。ディレクションする人があそこの画面で顔が映ってて、喋るとこのミキサーにスカイプ越しの音が入ってくると。なので天の声を聞きながらレコーディングできるという感じですね。ちょっとこっち行って大丈夫かな。ロビーのテレビにもこの同じものが映ってて、実はロビー側でもディレクションしたり、それを見たりすることができるようになってます。今日はレコーディングはこのレッドマイクロフォン、チャンドラーリミテッドのレッドマイクロフォンを使ってボーカルレコーディングします。で、これのマイクプリアンプはこちらですね。ニーブさんの作ったルパートニーブデザインシェルフォード5052というマイクプリアンププラス EQ ですね。で、これで増幅した音声が CL1B、 いわゆるオプトコンプレッサー、まあ、定番ですよね。クリーンな真空管のコンプですね。で、これを通った後にニューギア、最近もレコーディングでも使ってるシャドウヒルズマスタリングコンプ、マスタリングコンプと言いながらも鳥でかなり使ってます。まあ、うっすらかけるような感じで、かけてもかけなくてもこの真空管とかトランスを通ったそのサウンドを得るために通してるっていう感じですね。面白かったですかね。面白くないか。あとなんか、あ、そうそうそう、これ新しいトークバックマイク、これがグースネックになってるんで、押した時にこのオペレートする時も近くのものしか拾わないマイクですね。ダイナミックマイクです。これはトモカ、両方マイクもスイッチもトモカです。トモカです。こんな感じです。ではまた次回お楽しみに。